Hey you guys こんにちははじめまして久して久ぶりクリスです今日もね、サンタフェニューメキシコっていう素敵な街からこのビデオを撮影しているんだけど、今日はちょっと僕が本当に感じたパラダイムシフトっていうお金に対してのパラダイムシフトっていうのがあったのね。本当に。で、パラダイムシフトってどういうことなのかっていうと、うん、例えば、えっ、ー、と、なんかこのキーボードがあるんだけど、なんかずっと僕はね、なんかキーボード、 物をこういういいに細いものだだっって思って思たんだけど実は視点を変えたらうわっこんなこういうものでもあるんだみたいな感じでずーっと物事をこういうものだって思ってたんだけどあ実は違ったんだみたいなそのようななんか「わお!」みたいななんかねあーのー 頭の中でののひらめきみたたいいいなででっっかいのがあったんですよお金についてでどういうことかっていうと、あのー、今ねお金についていろいろ勉強してるんだけど一つ大切なポイントがその僕が昔なんかお金持ちになるっていうお金持ちになりたいなって思う時に、ね、僕が昔のやり方はなんかうんなんか本当に何もしないでお金が入ってくると嬉しいなって。で ね、お金が入ってくると嬉しいな。例えば月3000万が欲しいなとか、月1億円欲しいな、月5億円欲しいなとか、なんかそういうなんか引き寄せの法則とかそういうね、の見てると、もっともっとよく持っていいんだよみたいな、じゃあ月50万円とか言ってさ、うォーって。ね。そういう感じで、ね、このお金、お金を受け取りたいなっていう、このイメージはなんか僕できるわけよね。できるわけよ。でも、ね。 オオッケーオッケケーー、じゃあ何をしたいのか何をするのかっていうことを全然なんか考えてなかったみたいなことなんだよね。ねなんかちょっと大げさにすると何もしないで、ね、月3000万欲しいって、ね、何もしないでお金が入ってほしいなっていう考え方。ね。でもよく考えてみるとこのお金を受け取るっていうのはね。 お金、その代わりに自分が何かのサービス、バリューを社会に提供しないといけないっていうのも当たり前にあるよね。何もしないでお金が入ってくるっていうのは、ちょっとそのなんか、ね、なんか変だよね。なんかフォーミュラの半分っていうか、ね、電気つけるときも、電気がね、電源ついてで、それがまたコンセントの方に戻っていくわけじゃん。流れていくわけでしょ。ね。 でそのお金欲しいなっていう時にお金が欲しいって言ってここで止まってみたいなでもそれ実際にそのエネルギーっていうのは電気みたいにあなたを通して流れていくっていうことだから自分もなんかそのサービス提供っていうのを作っていかないといけないよね。でそのサービス提供するものがね例えばビジネスの場合だったら自分のサービスっていうのがそのなんていうのかなビジネス上のマーケットプレイスに行ってそこでなんかいろんな人が、ね、それを見て買って ってくれてでそこからお金っていうのがね入ってきてでコストを引かれて税引かれて残ったのが、あのー、利益だよねそのプロフィットっていう感じでお金が入ってくるだから自分が動くことによって何かのエネルギーをやることによってお金が入ってくるとねでこの流れで言うと大きいじゃ僕がメガネ大きい大きい動きをしないと大きいお金は入ってこないよねみたいな感じになるんだよねでここですごいこと っていうのが僕気づいたのは、自分がやりたいこと、自分が心の底から望んでいることっていうのをやってみると、やるとお金も流れてくるんだよね。ねもう一回言うね、自分が心から望んでいること、こういうのやってみたいなとか,、ねなんかあの、こういうの楽しそうだな、こういうのワクワクしてちょっと試したいんだろう、 っていうその心のベースの心っていうか心の中がなんか共鳴するっていうのかな英語でレジデンス、レゾネンス、レゾネンス共鳴、ね、共鳴するようなわこれワクワクするっていうことを実際にそれをリアルに動いていくと不思議なことにねお金も自分のところに流れてくるのね,ねお金も自分のところに流れてくるんですよこれ本当に不思議なのこれだから お金がこう言ったらいいのかなお金が欲しかったらね自分が心が望むことをやるとお金が入ってくるよっていうことなのねでこれなんか「ふーん」ってちょっと不思議な感覚なのでもうちょっとうまく説明できると思うんですよね例えばね な主婦の人がアクセサリー作ってみたいなって、キラキラしてつる、ね、素敵なアクセサリーとか、なんか絵を描くとか、なんでもいいよ。ね、夜の時間こういうのやっていきたいなって。で、実際にそれを続けて、ね、最初はイメージだったんだけど、じゃあアクセサリー作れたと。ね、で、それをなんか人に紹介して、ね、で、買ってもらったら、ね、お金は入ってくるわけなんですよ。そうだよね。 だってなんか1,000円ぐらいでなんかいろんな,、ね、なんか石とか,なんかロープかなんか紐とかなんか,かんないけど、ね、あの革の紐とか買ってきれいなアクセサリー作って今度それをなんか、ね、3,000円で販売するっていうのはできるわけなんだよね。で今度その3,000円が戻ってきたら今度それをじゃあ3,000円分の石に投資して紐とかねでそれをじゃあ今度6,000円とか7,000円とか8,000円とかにしてこれを回していけるっていうことができるんだよね。 でこれはもうちょっと後でなんで説明するんだけどこの前に僕たちはこの流れっていうのをブロックしちゃうコンセプトについて、あのー、なんか見ていきたいんだよね。この,この流れお金の流れっていうのをブロックしちゃうものがあるんだよね。ねブロックしちゃうわけお金が流れようとしてるんだけどブロックしちゃうわけよ。ね、何なのか、ね、お金の流れをブロックしちゃうのは何だろうって。 ね、僕は一つはね、英語でダウトって呼んでるのね,ね、恐怖の一部なんだけど、疑い始める、できないよねって。ね、例えば、アクセサリーを売ろうっていう時なんだけど、私、こんなの誰も買ってくれないよねって。ね、こんなの、ね、誰も買ってくれないよねって。見てくれないよねって。でこの考えが ね、自分の頭の中にある限りこのお金の流れが入ってくるのって相当難しくなるって思わない例えばアクセサリーを買うと ね、あすごめん、アクセサリーを作ると、なんか綺麗な紐で、なんかね、ラッピングのアクセサリー、なんかリストバンドみたいなの、綺麗なの作ると、ね、本当き綺麗なのよ。で、やってる時はときめいてて気持ちいいみたいな感じで、うわ、共鳴みたいな、すごい幸せでワクワクして、でも実際に誰かに、ね、届けようかな、見せてもらおうかなと思ったら、いや、こんなの無理よね、誰も買ってくれないよねって。ね。で、今度、なんかほんのプロのやつとか見て、見て私こんなに下手なの、プロと比べるとって。 こんなの誰も買ってくれないわって。でもなんかね、クリスの部屋の動画見たりとか、なんか大丈夫だーみたいなね、そういう本を読んだりして、ゴーゴーゴーみたいな感じで、わかったとりあえずやってみるわかったクリスみたいな感じで、ね、なんか自分の友達に、ね、ね、なんちゃーん。 ちょっとさ私、アクセサリー作ったんだけど、見てくれないかなみたいな感じで、でもその時から、いや、絶対これ下手って言われるよね。絶対こんなのかって、なんか見てくれるはするけど、お金は出してくれないわよね。みたいな、その考えが、ね、そのブロックみたいになる考えが、自分の頭の中でもやもやしてるとするじゃん。で、そして、なんか、じゃあ、これをアクセサリーにしようか。で、これで、ね、キャンチャーとか、これ見てくれないって言って、あっ、 あ,あいいわねってでもどう思うちょ,ちょっとまだ変だよねって、うん。まあ確かにそう言われたらこの青と白合ってないよねって。やっぱりそうだよねって。これでお金もらうのって難しいよね。 まあそう感じてるならそうなんじゃないみたいな感じで「あそうそうそう」で「美味しいチーズケーキこないだ食べたのよ」みたいな感じで「あやっぱりチーズケーキの話に行っちゃったか」みたいな「まだ私無理」って言ってねなんか本当に興味があるような人の前にやってもこれムズムズしてダメですよねみたいな感じでやってたらもうあんた自分でダメですよねみたいなのもや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 出してるんだよね <laughs> でもそういうのがなくてそういうブロックがなかったら現実は 変わっていくよね,ねなのでこのお金の流れっていうのは実は本当に自然の一部である、ね、エネルギーっていう考え方のみの視点で考えると僕はすっごいこれポジティブエネルギーだと思うんですよね。なぜかっていうとあなたがやりたいことをもっとやらせてくれる一部の燃料なんだ。 これ燃料だよね。エネルギーでもっと石を変える。もっと紐を変える。もっと、じゃあウェブページを作って宣伝できる。インスタに広告流すことができる。人を雇うことができる。人とみんなと一緒に作ってこれを販売することができる。ね。何をブロックにかかっていくのかって。どういうことがあなたのブロックになっていくかっていうと。ね。この考え方。不安。恐怖のエネルギー。それはダメだよねって。 恐怖ね。あなたが望んでいることは現実にはなりません。あなたがね生きる現実っていうのはこれだけなんです。ね。パソコンのキーボードなんてないんです。これだけなんです。ちょっとこれこういうふうに見るとそれダメです。 あなたはそのの角度からパソコンのキーワードを見ることははできません、ね、あなたは自分の好きなことをちょっとしたアクセサリーを作るとか何でもいいんだけどそれで、ね、やっていくことはなんてできません。だってあなた主婦でしょって。主婦だったらちゃんと家の掃除やらないといけないのよ。いやでもちょっとパソコン見せてちょっとキーボードに見えるんだけど私夢があって楽しいのやってると誰もそんなの買ってくれません。ね、そんなの売れても旦那さんに失礼です。プシ 子育てやらないといけないんです。自分の夢なんて諦めて子育ての方が重要なんです。ピッ誰が家の掃除やるんですかピッってあなたは家の掃除しないといけないです。成功してあなたの方にお金、あなたの方が旦那ンンさんよりお金を稼いだらどうなるんですかピダメです。それ失礼です。ルール違反なんですよって。恐怖の特徴、この現実しかないんです。恐怖の重力。 これ以外の考え方はダメなんです、ね。このようなことと向き合っていって、ねで、これを光に照らしてみる。本当なのかな、ね、それは本当のただ単たのルールなのかな私の本音、私の、ね、自然のナチュラルな自分として生きていく。わかるナチュラルな自分として生きていくんだったら、この考えは 本当に私の考えなのか、本当の私の心が思っていることなのか、私の幸せな私が思っていることなのか、それか怖いよ、悪いことが起こるよってなんかわかんないけど、恐怖、恐怖、恐怖っていうエネルギーが思っていることなのか、あなたじゃないかもしれないんだよね。ねだから、夢を叶えていくっていうことのワークの80%。 80%は自分を止めてくる考え方を向き合ってそれが本当なのかって言ってそれを手放していくっていうことがすっごい大切になると思います。ねこれ本当キーワードキーボードこんなのかバーンってキーワードこんなのかなバーンキーワードこうなのかなで今日を紹介したい僕が本当にこのなんか人生が変わるようなお金って でこうじゃなくてこうなんだーみたいなうわパーティーは僕の頭の中で花火が来てパーティーしててすっごい出来事があったんだよね。でそれは僕は昔からお金欲しいなーって思ってた時はこの何にもしないでお金が欲しいって思ってたんだよね。ね。でも実は僕が本当に望んでいることは、ね、何にもしないで月3,000万欲しい っていいうことではないのねえちょっともう一回言うねこれ、これ結構でっかいと思うんだよ。ね、僕が望んでいるのは、この、ね、何にもしないでビーチパラダイスにいて何にもしないで毎月3000万欲しいって。ね、それ僕望んでないのよ。だからあなた、ね、じゃあ、ね、あなたはもう何にもしないでビーチ、なんかタイのビーチとかハワイのビーチで何にもしないで毎月3000万が入ってくるっていう。 こ、ね、この条件これ欲しい。ですかって欲しい僕はこれを言えるんだよ。僕はそれ欲しくない。おそらくあなたもそれ欲しくない。で、ここまで言えるのはあなたもそれ欲しいって思ったらちょっとやばいかもしれない。あなたに夢がかなわ,かな,わないかもしれないのよ。なぜかっていうと、この夢は実は 本音ののあななたが望むこととではないと思うのねだからこれは嘘の夢っていうかあなたと会わない夢どういうことかっていうとこの夢が本当に欲しいって思い始めたらあなたの本当の役、ね、役者の役あなたの役を忘れ,ちゃ忘れちゃってるかもしれないのねあなたには役っていうのが役目があるんですよ人生の中でそれをしないことになるかもしれないのよこれを望んでると ね、役ってどういうことかっていうと自分を通して幸せを届けていくっていうことなのねあなたのアクセサリーを作るっていうことによってあなたの人生が変わりますねあなたの,あのなんか例えばアクセサリー作りたいんだったらあなたのビジョンね自分のビジョン自分がこれやりたいなっていうことを実際にやってたらまずあなたの考え方が変わりますあなたの現実がちょろちょろ変わりますお金とかが入ってきます 自信がつきます自分でサバイバルできるんだって自分の力に気がつきますでそれを周りの人もキャッチして自分の家族とかに影響が出てきてで今度自分の商品サービスであなたのサービスを買う人にが幸せに変わってきますでその人たちもなんか湖に石を投げるとフワンフワンフワンってその、ね、なんかあのウェーブが流れていくようにその人たちからも幸せが流れてくるのね。でこれ 三宝、ね、よし、売り手よし、買い手よし、世間よし、税も生まれる。ね。で、これ他の人たちも良くなる。これ、幸せ、あなたっていう存在が、この世に光になっていける。この暗闇をなくしていく、もっと幸せになっていいんだよ。怖いの怖いの、バイバイって。もっと 信じていいんだよ。幸せにじゃあリラックスしていいんだよ。その辛い生き方、その辛い怖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 い、もっと腹立てない,といけないもっと努力しないけない悪いことが起こる。うわーっていうのそれを今地球全体でそれをリリースしているっていうワークの一部になって、で、後から来る人たちもあなたのことを見て、あ、本当なんだっていう、この幸せっていうのは本当なんだっていうことを見せる一部のフォースっていうか、ね、その、 なんか、あなたもルーク・スカイ・ウォーカーっていうかね、女性版もあるからね,ね、そのフォース。それがあなたの役目っていうのもあると思うんだよね。で、ここで私は何にもしないで、私の役を何にもしない。私はただ単に何にもしないでお金が入ってほしいっていうのを本当に欲しいんですってで。それを引き寄せの法則とか、ね、神社でお願いすると、ね、何が起こるか。 分からない何が起こるかって分からないんだけどねね本当に望んでいることこれみんなが勘違いしていることだと思うのね,ね勘違いしていることだから小学生の先生とかこれ全子供に教え,ちゃ教えてもらいたいのはね,ね勘違いしていることっていうのはね私は怖い環境で働きたくない 私はやりたくないすっげーハードで、本当に辛いハードな仕事でお金を得るっていうのはやりたくないっていうことなのよね。で、これを何もしないでお金が欲しいっていうところに勘違いしちゃってるわけよ。勘違いしちゃってるわけよ。え辛くてやりたくないことで努力して、で、俺にはできない努力、私には無理なこと、だから私にはお金が入ってこない。で、それをやらないといけないっていうのが嫌だ。 だから何にもしないでお金が欲しいんだって。違う。あなたはできるのよ。できるのよ。そういう、できなかったらそれアンフェアなんだよ。自然っていうのはアンフェア。まあ、アンフェアのような時もあるんだけど、ね。その宇宙っていうか、ここにいるっていうか、ね。みんな同じ時間限られてる時間がある。ね。みんな、そのチャンスっていうのは目の前にあるのよ。 で何があなたの成功を止めているかっていうとこのお金のブロックをしている同じような考え方なのよ。好きなことでお金が入ってこないよ。辛くてやりたくないことをやらないとダメだよ。ハードな仕事をやらないとお金が入ってこらないんだよ。クリス何言ってんだよ。もっと努力しないと。エリートなんてめっちゃ努力してるぞ。つ辛いことをやらないと。辛いことをやらないとお金が入ってこないんだよって。いや怖いね。 怖いねその恐怖辛いことやらないとお金が入ってこないんだよって完全にそうだよ完全にそうだよいやでもこの視点もあるんじゃないないよみんなこうなんだようーんそうなんだうーんじゃあね自分が辛いこと自分が辛いって感じること自分がやりたくないことで成功する苦手なことで成功するっていうのが自分で得意で やりたくてワクワクしてハードな仕事がやりたいからハードな仕事がたまにあってもよっしゃやってみるよって言って自分の壁に当たったらこれは僕を成長させてくれる次のレベルに行けるボスだよって絶対倒すやって言ってでその勢いで上がっていってで自分がやることで自分も幸せになって周りも幸せになってそれがあなたの原料やる気の原料になってそれで成功するんだっていうそっちの動きより やりたくないことで、辛くて、毎日が苦手で、その職場にいるだけで鬱になるような、その方が成功できるの恐怖君、恐怖君、間違ってるんやないそろそろ手放していきましょうよ。ねだから、忘れないでもらいたい。僕たちは、このビジョン。 この光が見つかったら、僕たちにはエネルギーがある。体にもエネルギーがある。僕たちの頭、何 ?5%、10%使ってるかって話でしょあなたを応援してくれる人たちもいる。一人じゃない。チームも揃っていく。みんなで、わーっていくあ。もう無理だと思ったら、仲間もいる。助けてくれる。偶然っていうチャンス。偶然も現れてくる。ね。あなたは、動くことのその覚悟。 絶対できるで実際にチャ,レンがチャレンジが来て必要な時は動けるで。だから何もしないでお金が欲しいんだっていうそのパラダイムから私は動くって私はこの目の前にある共鳴を感じることによって動いていくで誰かが無理だってそれダメだって感じたらそれをチャレンジとして受け取って成長していく一人じゃない。 その生き方でやっていく。ね。ちょっとパラダイムシフト、僕のね、頭の中で本当にあったので、ね、シェアできたいな、シェアさせていただきたいなって思いました。で、ね、あの、もう一つ実は大切なことがあるんですよね。でそれは、ね、この自分の夢を決めるとき、私はこういうお金が欲しいなって、3000万欲しいなって、5000万欲しいなって、何でもいいですよ。自分の心が、これ、 一回ね、僕のおすすめは、このビデオ終わったら、マジ、本当に、どのぐらいのお金が入ってきてたら、あなたは本当に幸せになるのかっていうのを、ぜひ考えていただきたいんですよね。本当に、例えば月、プラス10万入ってきたら、プラス30万、プラス100万、ね、プラス500万とか、ね、本当にお金が入ってきたら、どのぐらいのお金が欲しいのかって、今度、本当にお金が入ってきたら、で、 ここのちょっと不思議な、ね、不思議なことあるんですよね。でそれは、お金が実際に、自分が望むお金が実際に本当に入ってきていたら、あなたは何をしているようになるのか。あなたはどのようなことをするのか。 実際に例えば月500万とか月100万とか50万でも自分であ可能じゃないみたいなレベルの方がいいと思うんだけどね、月3億円とかってちょっとそれなんか高すぎるっていうか、なんか、あのー、このワークはその現実的にいや本当にこのお金があったらありがたいよねっていうのが入ってきてて、それが可能じゃないっていうのを可能性を感じるぐらいのお金がいいと思うのね、このワークには、このエクササイズには。それをやるときに、 それをやったら実際にお金が入ってきたらあなたはどういう人になってるんだろう、ね、例えば本当にそのお金が入ってきたらあなた朝起きとくにどのような感じで朝起きる本当に自分の夢が叶っているっていう状態でお金が入ってきてるんだったらワクワクして起きるそれ今の自分の朝の起き方と比べると変わってますか変わってる ね、その本当にワクワクしてお金が入ってきてたら、あなたの姿勢はどうなってる歩き方はどうなってる話し方はどうなってる人との接し方、愚痴言ってると思う、その人は。その未来のあなたはっていうか、そのお金が入ってきてたら、愚痴言う人になってるもっと笑顔でいる自分の食生活、食管理、健康管理、運動管理とかやってると思う時間の管理とか、もっとスケジュールをピ,ッてピリッてやってるもっと勉強していることとかある ね、不思議なことはこれを本当にやっていくとあなたがリアルにその人になっていくわけなんですよね。ねだからよく考えてみると、ね、その未来で成功しているあなたがいるんだったらそれは今のあなたなんですよ。 だってそうでしょ。本当に夢が叶って成功するんだったらそれはね自分の考え事とか、ね、自分の恐怖キーワードキーワードキーボードキーボードキーボードはこうなんですって言った時に、ね、こうなんですって思ってるそういう考え方は変わっていくけどあなた自身は同じ人でしょう、ね。でそのあなたが行うことを今やってきたら現実変わってきますかって言ったらリアルに現実変わってくるって。 不思議なこと。不思議なこと。その未来の自分っていうか、ね、その幸せでビジョンが叶っている自分っていうのを本当に心から感じて、それをやり始めると、実際にその人がやるような行動をやり始めると、それがなんか自然に現実になっていくのね。不思議なように。さっきのアクセサリーの話ってあったじゃん。ね、例えば自分の夢がアクセサリーでそれをやっていて、それを、ね、笑顔でやってて、それで。 やっててあインスタグラムに広告かけてるよねって、で、なんか写真とか撮って、ウェブサイトもあって、で、他の人にも教えたりして,て、自分もそういうのやってて、そういう、こういう場所でこういうのやってるよねっていうのそそのリアルに自分でそういう場所を見つけて、そういう手作りをやって、そういう営業を始めて、そういうインスタグラムで広告やったらお金入ってくるかって言ったらお金入ってくるわけよ。リアルに。不思議なのよ、ね。なので、どういうことかっていうと、ね、僕の,あの先生が言ってたんだけど、 エベレストを登るようなことなんですよ。ね、エベレストを登るときは、エベレストのに行く前に、ベースキャンプに行く前に、体を鍛えないといけない。ね、ね重りをなんか足のところにつけてリュックに重り入れて、いっぱいいっぱい練習しないと、体がなってないと、ね、実際にエベレスト登りますって言っても、登れないわけよ。だからどうせエベレスト登れる人にならないといけないから、わかる エベレストに乗れない、登れない人がエベレストに登ろうとすると、失敗するわけなんですよ。そうでしょう？エベレストを登れない、体がついていけないっていう人が、どんなにお金払って、どんなにプロのガイドを,をやっても。 ね、誰かが自分で登れないわけよ。なんか持ってくれる人がいたらね、それは別なんだけど、でもそれは違うよ、ね。自分でエベレストを登りたいんだったら、エベレストを登れる体を作らないといけないわけよ。っていうことは、どうせあなたがエベレストを登っていくんだったら、それをやらないといけないわけよ。あなたの夢が現実になるんだったら、どうせその人にならない人にならないといけないから、今やるのか、あとでやるのか。 で今それをできるようになってやってくると何が起こるかっていうとそのエベレストを登れる自分のビジョンを成功している自分の考え方っていうのもリアクション身についていく自分のマインドに、ね、成功者のマインドっていうのを与えることができるのね成功している自分がいるから未来には、ね、あなたなんだからそれが 申し訳ないけど、あなた成功するんだったら、あなたが成功するんですよ。っていうことは、あなたは成功するんですよ。っていうことは、あなたは成功者なんですよ。その視点から壁に出会ったときに、問題にあったときに、ね、その視点から問題を取り組む。 わかる成功者のあなたは問題にあった時にこれはわた壁だってチャレンジなんだって取り入れ込んで,で取り組むことができるチャレンジなんだっていう視点から見てこれを乗り越えるぞってねエネルギーやる気が出るでも成功者じゃないあなたそんなの無理だと思っているあなたは壁に当たったら何を考えるかっていうとねやっぱ無理なんだダウト不安 私は無理だよねって。こんなのできないよねって。私にはこれができるえ。やってないかもしれない。アクセサリー売ろうとするんだけど、いや、こんなの誰も買ってくれないよねって。そもそもその状態で流れを止めちゃってるかもしれない。ね。でも成功者は、いや、私がこういう考えを持ってるっていうことはいずれこれ手放さないといけないっていうことだから、今気づけてよかったわねって。じゃあどうやってこれを手放していくんだろう っていうその新しい旅をスタートすることができるわけなんですよ。 で8月、ですねあの僕の,フライトあのクリス塾みたいなあのフライトプログラムっていうマンスリーの,、ね、あの塾みたいなスクールがあるんですよ。で、これを、このワークを実際に8月に、ね、やっていきますので、このビデオが、ね、あの8月以降に見ている方たちもあのウェブにはアーカイブで残っていますので、このお金についてお金のブロックを外していくとか、このエベレストを登れるような自分になっていく、ね、現実的に本当にこの夢の世界に自分を。 たどり着いていくっていうのが本当になか心に響く方がいたらですね。あのスクールスクールっていうか応募をしていますので、生徒さんっていうか一緒に仲間たちね。学んでいく人たちを応募していますので、あのまあ、月額980円でね。あのスクールに入れますので、もし興味があったらこの。 リリンクをクリックをッしていいただければと思いますで1週間プレゼントしていますので、もしあの興味があったら1週間、あのお金は払わないで1週間体験することができますので、興味があったらぜひお願いします。本当にマンあのウィークリープラニングとかメンタルトレーニングとか人間関係について。 自分を尊敬していくこととか、そのようなワークもいっぱい詰まっていて、コミュニティー、ね、仲間もいっぱいいますので、あのね、特にね、今こういうの学んでるんだけど、一人だなって感じている人にはすごいいいことだなって思います。本当に月一冊ぐらいのね、本一冊ぐらいの予算で自分の成長、学びをあのね、スタートすることができる、続けることができますので、I hope I will see you inside. All right, thank you so much for checking out this video, and I will see you next week. Thank you.